ここに道がありますが、西の方向、自然林ですが尾根道、あそこに鉄塔が見えます。鉄塔の道だったんですね。本当はこっちに良い道、砂の模様面白いです。岩の上へ、太陽の方です。あっちは三角点がある山、まだ新しい霧跡、黒蛇がいました。やはり道はそこですね。ここは急です。稜線に出ました。麓の建物が見えます。曲がってます。結構歩けます。植林、次の尾根に出たと思ったら屋根が見えました。やはり津倉観音堂、見事な岩、ありがとうございます。この辺りが最高所、せっかくだから三角点に来ました。戻ります。少し風があります。さっきはこっちから綺麗な道を下ります。植林です。見えてる橋に降りるんですね。堰があります。すぐ下に林道終点、ケーブルテレビで紹介されていた入り口です。治水の石積み、電波塔、あけぼの荘、住宅地におりました。温泉があったところ、養老温泉、ここらは湿地になってるんでしょうね。あれは壬生城跡、東屋など見えます。紅葉、9時38分、津倉山の方です。これはまた稲を収穫するんでしょうか。日がよく当たっています。上天津の池です。先ほどは上の鉄塔を経由して登ったんですね。